はい、皆さん今日もおはようございます。夜間関西バディのヒデです。皆さん今日もお元気でしょうかはい、僕はですね、えー、今日はとても良い朝を迎えることができています。よく眠れました。はい、っていうのは昨日ですね、もう久しぶりに縄跳びをしてですね、あのー、めちゃくちゃいい汗をかいて、すごくね、あのー、いい運動ができました。その後にすぐね、帰ってきてお風呂に入って、 本を読みながら気絶するように寝てたんですけれどもいややっぱりね、あのー、適度な運動をと、うん、るとすっごくいいです。今日もなんか頭が冴えてるような感じがしますね。はい、逆に運動をしていない時ってなんかやっぱりね頭がぼんやりになっているような気がするし特に今日本は梅雨のシーズンであの気圧がね気圧が低くなりがち。 で気圧が低い時ってどうやら副交感神経が優位になってなんかずっと体がだるくなってしまうみたいなんですよ。そう、だから自律神経っていうのが乱れがちなんですけれどもそこでやっぱり交感神経を活発にする交感神経を活発にする習慣を持つことでこの。 自律神経っていうのも整えられて、で、朝の目覚めもね、やっぱ良くなるんじゃないかなというふうに思っています。僕はね、実際に本当に実感してるんですね。はい。なので、皆さんも、もし朝なんか起きづらいな、最近も梅雨で、なんか目覚め、頭痛いなとか、そういうふうな経験をされている方はね、ぜひぜひ、ちょっとした運動を取り入れてみると、より良い、あのー、寝起き、 えー、あと気持ちよく目覚められるようになるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ少しの運動を試してみてください。はい。というわけで今日のね、タイトルに入っていきます。思いを包むっていうお話をしていきたいと思います。内容に入っていく前にお知らせをさせてください。Your 関西バディでは日本文化オンラインコミュニティつながる日本の心という ディスコードでのコミュニティを今作っております、えー。この週末ですね、28日、7月の28日にはですね、えー、日本文化を体験できるようなイベントということで、一緒に日本料理を作ろうっていうイベントを企画しております。えー、作るものはですね、照り焼き、チキンと、えー、おにぎりとか、 ちょっと作ろうかな、みたいな思っていますねあ。世界各国から参加できるように、えー、集めやすい食材を使った料理ということでね、照り焼きと、まあ、おにぎり、あとおにぎりはね、まあお米さえあればできますし、中身の具材はもう、まあ、何でもいいので、はい、好きなものを、入れたいものを持ってきてね、っていうふうな話をして、えー、このイベントを開催して、みんなで楽しく料理を作って、えー、最後、 一緒に食べながらちょっと暖欄をして楽しい時間を過ごしたいというような思いでこのイベントをする予定でございます、えー。リンクはですね、この招待リンクはですね、このポッドキャストのエピソードの概要欄にもありますし、えー、この話が上がっている頃、アップされる頃には、 コミュニティ投稿に詳しい説明があると思います。そこにね、リンクがあると思いますので、ぜひぜひ皆さんこのイベントに参加してください。参加費は、えー、これは無料でね、させていただこうと思っているので、ぜひぜひご参加お待ちしております。よろしくお願いします。はい。というわけでね、今日のタイトルに入っていきます。思いを包むっていうお話です。日常生活しているとですね、外国人の方、 えー、日本に、その、日本で生まれ育っていなくて、今日本で生活をしていたりとか旅行をしている人、そういった人たちに、えー、とってちょっと驚くべき文化が一つあると思っています。それは、日本人って何でもめちゃくちゃ包むよねっていう感じの驚きです。例えば、贈り物をするとき、何かプレゼントを渡すときですよね。 そういった時ってものすごく丁寧に放送されていると思いませんか例えばまあ友達との間での何気ないプレゼントの交換こういった時はですね今はまあそこまでそのめちゃくちゃ丁寧に放送して渡すっていうことはまあ最近は減っているんじゃないかなと思うんですけれどもえ例えばですね、まあ 友達にギフトをあげるときに、今定番としてはもうリボン、袋に入れて、プレゼントを袋に入れて、リボンをくくって、あとはまがシールを貼ってくらいの、まあ簡単なもので、これは日本だけじゃなくて、他の国、海外のたくさんの国でも同じような包装をされているというふうに思います。紙で包んでリボンをくくってシールを貼るみたいな感じ。 友達との何気ないギフトの交換だったら、こういうふうな、えー、包み方をされていて、まあ結構欧米化しているというふうに思うんですけれども、伝統的な贈り物、伝統的な贈り物。例えば、お中元とか、あとはお歳暮、あとは結婚式とか、まあお葬式とかですね、そういった時に、えー、お渡しする時に、ものすごく丁寧に包まれて、 何重にもラッピング包まれてですね、この贈り物っていうのが渡されるという風な光景を見たことある人もいるんじゃないかなと思うんですね。はい。まあ日本で住んでいる人、日本でもうずっと生活している日本人の方でも、あの海外に行ったとき、ラッピングなんか結構雑だなみたいな、<laughs> 日本のラッピングに比べると、あ あ,あ、これくらいでいいんだ、みたいな。そういった形を感じたこともあるんじゃないかなと思うんですね。そう。でも、この伝統的な贈り物を贈るときはね、特に、めちゃくちゃラッピングがしっかりしている。例えば、お中元とかだったら、その、買った、えー、もの、まあ、ゼリーとか、お菓子にしましょうか。そういったお菓子とかに、まあ、まず箱がありますよね。お菓子とかを入れるときの箱。で、その上に、 きれいに、きれいに紙を包んで、そして、その紙を包んだ、その上にのし紙を貼り、のし紙を置き、そして、それをまた紙袋に入れて、そして渡す。もう何重にもされているわけなんですよね。はい。簡易的なものだったら、友達の間で簡単に渡す。まあ、欧米的なスタイルだったら、もう袋の一重だけですよね。でも、 こういった伝統的なギフトを渡すときは何十、もう十ぐらいにされているわけです。お中元でも、お聖母でも。あとは、結婚式とか、あとは、お葬式とか、そういったときにね、あのまあ、お金を包んで渡すときもありますよね。そういったときも、えー、ご祝儀袋にお金を入れたりとか、そして、その封筒をそのまま渡すんじゃなくて、その封筒を持ち歩くときは、し しっかりと大切に持ち歩くという意味を持たせるために、福さっていうね、袋に入れて持ち歩いたりとか、そういうふうに、とってもとってもこの包むっていうことを大切にしている、それが日本の文化なんですね。じゃあなぜこんなふうに何重も何重も包んでいるのかっていうと、これはですね、日本でこの包むっていうこと、それはただ実用的に包んでいるっていうわけではないんですよ。 例えばお金を包むこんな習慣ってなかなか海外では見られないんですよね封筒に入れるということぐらいはあるかもしれないんですけれどもきれいなご祝儀袋とかすっごいきれいじゃないですかうんあとは服装に入れてそれを大事に持ち歩くこういったことはまあないんですよね日本では包んだ瞬間に意味が変わるんですただの贈り物ではなくなるわけなんです その贈り物の中にこの包んで大切に包んで渡したいという思いが込められている。あとはお金もねただただお金を渡すっていうのはとても無粋。うん、これが一番実用的だからお金渡しますっていうふうに思って生のお金をね封筒にも何も使わずに渡すのはこれは無粋すぎるということ。 これもですね、あの、佐藤の先生がおっしゃっていたことなんですけれども、贈り物をするとき、一番いいもの、一番いいもの、それは、やっぱり物なんですよ。理想的なもの、理想的なギフトというのは物なわけですね。相手が本当に欲しいと思っている、今この瞬間これが必要だって思っているもの、それをぴったりとズバリと当てて、それを渡せるのであれば、そのギフトが一番なんですね。 うん、でも、そのぴったり100%この人が欲しいものを当てるのって、まあやっぱり難しいわけですよ。例えば結婚式とか、そういった時にはもうたくさんの人がこの人にお祝いの贈り物をするわけですよね。そこで贈り物を送った時に、お金じゃなくて物を送った時もうたくさんの人が送るから、まあかぶってしまいますよね、おそらく。はい、で、これは結婚式 結果的に、ありがた迷惑。ありがた迷惑。えー、ありがたいけれども、ちょっと、こんなに、トイレットペーパーいらないよ、みたいな。<laughs> ティッシュいらないよ、みたいなね。感じになってしまう、ということ。だから、物を送る代わりに、まあ、やっぱり、一番大事なもの、一番便利なものはお金だな、ということで、お金を渡すっていう風習になっているんですけれども、まあ、お金を渡すのは、やっぱり、ちょっと不粋だ。そのままお金を渡すのは不粋。 だから、せめて、せめて、丁寧にお包みして、私の気持ちを込めて、おめでとうという気持ちを込めて、ありがとうという気持ちを込めて、大切に包んで、えー、お渡しをさせていただきますっていう思いが込められた、このご祝儀袋、あとは福さ、こういうふうな感じなんですね。はい。だから、日本ではただ包むっていうこと、これが実用的ではないんですよね。 包んだ方が汚れないからいいだろう、包んだ方が運びやすいからいいだろう、そういった意味ももちろんあるんですけれども、それだけじゃない、この包むことが自分の思いを乗せる、自分のあなたを思いやってます、あなたに本当に、えー、喜んでもらいたい、そういった思いをこの中に包んでおりますっていう意味を込められた包み物、贈り物のギフトなわけですよね。 思いやりの形、思いやりを、えー、しっかりと形に乗せられている、僕はとても美しいなと思う文化であります。行動は言葉よりも雄弁っていう言葉があります。これはですね、えー、もう言葉の通りです、えー。行動がとても大切。言葉で、えー、言うことも大切だけれども、やっぱり行動に移すことが大切。ただ、おめでとう、いつもありがとうっていうだけじゃなくて、その 思思いいいををを形形ににしてそれを思いを包むとうだからねこの文化っていうのをこれからも受け継いでいきたいと思うわけなんですけれどもやっぱりね最近はえこれ何のためにやってるのとかこんな包む必要あるとかねそういうふうに実用的な面だけ、えー、見てしまってこの美しい文化っていうのが ちょっとずつ廃れてきているんじゃないかなというふうに思っています。だから、この美しい文化にある裏に隠れた心、これをね、僕はもっとたくさんの人に伝えていってですね、日本の心、この思いやりの心をずっとつなげていければなというふうに思います。この美しい思いやり文化をこれからも伝えられるように頑張っていきます。はい。というわけで今日はですね、思いを包むというお話をさせていただきました。 いわ関西バリーではつながる日本の心というものを作っております。ディスコードのコミュニティです。えー、今週末はね、イベントがあるのでぜひ参加してくれたら嬉しいです。とても楽しいイベントにします。はい。というわけで今日も聞いてくれてありがとうございました。今日は火曜日あと4日間頑張りましょう。皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください。ほなまた。